皆さんこんにちは、マリナの日常チャンネルです。本日は私が一番一番一番大好きな鍋を作っていきたいと思います。はい、ということで秋田のおかんからですね、こんなものが届きました。じゃじゃーん、きりたんぽ鍋セット。そうなんですよ。私ですね、秋田出身でございまして、生まれてから18年間はずっと秋田生まれ育ちでございます。この時期になるとね、もう秋田人でね、食べない人はいないんじゃないかっていう、この郷土料理、きりたんぽ。これがね、今の時期最高なの。これを今日は作っていこうと思いまーす。それでは動画、スタート！はーい、ということで、いらっしゃいませ、こんにちは。我が家のいつものキッチンでございます。このうちのおかんが送ってくれたきりたんぽセットね、もう超大量でさ、これらが全部入ってました。おかんありがとう！秋田ありがとう！きりたんぽ鍋、まあ知ってる人も知らない人もいるかもしれないんですけど、これがきりたんぽ。そう、これをね、入れた鍋がきりたんぽ鍋でございます。めっちゃ美味しいな、めっちゃ美味しいな。そんな紙もさ、一緒に入ってて、比内地鶏を食べて応援。比内地鶏っていうのがね、秋田でめちゃめちゃ有名な超激美味しい鳥なんだけど、それがね、まあ新型コロナウイルスの影響で大幅に消費が落ち込んでいるとのことで、今回はね、新米キャンペーンに合わせていつもの倍増量してきりたんぽセットを製造していますっていうことでね、すごい量なんだよね。めっちゃ多いな。何人前なんだろうこれね。2回分くらい全部ね、2セットずつ来てます。これを今日は調理していく。よし、じゃあ最初に材料を紹介するね。これが伝統的なきりたんぽ鍋じゃ。まずこちら、きりたんぽ、さっき紹介したやつね。長ネギ、セリ、そう、鍋に入れるっていうかね、このね、きりたんぽのね、一番美味しいところなんですよ。めっちゃ美味しい。あとはごぼう。これはね、セットでね、入ってたから、ちゃんとね、ささがきされててね、水でさらされてるから楽ちん。糸こんにゃく。そして欠かせない、舞茸。しかもこれも秋田県産だ。全部ね、いろいろ秋田の湯沢市さんっていうことでね、もうね、秋田尽くしだわ。もう嬉しい。比内地鶏のお肉とつみれ。つみれがめっちゃ楽しみ。最後に、この秘伝の比内地鶏スープでございます。そう、このね、スープがまあ、見てらすって作っていく。よし、じゃあ早速作っていくね。あの、きりたんぽ鍋初めて作る方も見る方もぜひ参考にしてください。まずはこの付属のスープを入れて、お鍋で温めていく。これはね、2倍濃度。2倍のやつだから、お水も2倍入れていく。比内地鶏のこの醤油ベースのね、そう、醤油ベースなんですよ、きりたんぽ鍋は。超いい匂いだよ。ご飯と絶対合うでしょ、このご飯の冒頭。お水を入れていく。そしたら鍋を温めていきまーす。そしたらスープ温めてる間に他のやつをね、準備してっちゃいまーす。糸こんにゃくとささがきごぼうは軽く水洗いしておきまーす。セットでついてるともうさ、煮込むだけだからほんと楽ちんで最高でございます。その間にネギとセリも切っていく。セットの中に入ってたネギがね、切って見てればね、わかるの。もう生命力が違う。もう生き生きしすぎ。すごいの、なんか。触るとね、あ、ネギってこんなに生き生きしてんだなってわかるの。楽しみなんだよね。本当に好き。きりたんぽ鍋っていうのはね、本当に楽ちんだし、冬はね、週1くらいでね、実家では食べてたな。うまいんだよ、本当に。米も取れるしね、こうやってね、舞茸も一緒に食べていくから、キノコ類も取れるし、セリとかね、ネギでお野菜も取れるし、鶏肉も取れるし、で、すごいね、ヘルシーだと思う。で、きりたんぽちゃんがさ、ご飯だからさ、きりたんぽ鍋作ればね、もう他いらないの。おかずなくていい。ご飯も炊かなくていい。もうきりたんぽでいいの。ポーンってね、おかんは作ってくれたし、一番好きな鍋だね。比内地鶏ってさ、聞いたことある人はいるかな？日本三大鶏みたいな感じで、名古屋コーチン、比内地鶏、あと一個どっこだっけ？そうだ、薩摩地鶏。日本三大地鶏って言われててね、めちゃくちゃ美味しい鶏なんですよ。その一つがね、この秋田のね、比内地鶏なの。普通のね、鶏に比べてすっごい歯応えがあるの。若干黄色みがかってるっていうのかな。そういうのが確か特徴だった気がする。コリコリしてる系のしっかりとした筋肉質な鶏肉が好きな人はね、ぜひね、お取り寄せとかしてね、食べてみてほしい。それじゃあグラグラいってきたので、お野菜たちを入れていく。お肉をまずは先に入れていきまーす。ほーら、お入りなさーい。わ、やっぱいいね、鳥は。この鶏団子も入れていく。鶏団子なるべく丸くしたいな。不器用かもしれんが、なってるかしら。あ、やだ、1個に合体しちゃった。やだやだ、特大になっちゃった。やだやだやだ、これ2個分なんですけど。よいしょ。まあ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 、いいでしょいいでしょ。
よしどうぞ。はい、そしたら一煮立ちさせまーす。よっしゃ、じゃあ煮立ててる間にきりたんぽちゃんをね、軽く処理をしていきます。最近だとさ、東京のスーパーとかにも結構きりたんぽ売ってるから、比内地鶏じゃなくてもいいからね、とりあえず鶏肉ときりたんぽとネギとかだけ買ってね、あと舞茸か、あとごぼうか、あーまあ結局ごぼう全部かな。まずね、買ってね、試してみてほしい。このきりたんぽはね、包みから出してレンチンをします。レンチンするとね、めちゃめちゃもちもちっとしてくれて、真空パックの時はこんな感じでパサパサしたただの棒みたいな感じなんだけど、これ固まってるだけだからね、もうもちもちっとさせるにはね、レンチンしてください。硬いうちに3等分くらいに切ってレンチンをします。そうするとね、鍋に入れた時にね、すごい美味しくなります。きりたんぽの作り方、もしかして秋田の人の中でも違かったりとかするのかな。だいたい一緒かしら。うちではこうしてる。おい、じゃあふわっとラップをしたら、だいたい500ワットで2分くらいチンします。もちもちに変身。オッケー、そうこうしてる間に鶏の方がいい感じになりましたわよ。そしたらお野菜を入れていく。舞茸をドーン。わー、かなり強い、多いかも。ささがきごぼうをドーン。やばい、溢れちゃうかな、大丈夫かな。でもね、こんくらいなみなみな方が映えていいよね。あと糸こんも入れる。はー、めっちゃいい匂い。ごぼうの出汁がね、きりたんぽちゃんはね、本当に美味しいのよ。これでもう一煮立ち。はい、ということで煮立ってきたので、この中にきりたんぽとネギを入れていく。つゆが思ってたより多かったので、水分を溶かしました。このもちもちなの、あーわかるかな。レンチンしてもちもちのきりたんぽちゃん、醤油ベースのね、比内地鶏の汁を吸ってね、すっごいね、美味しくなるの。今韓国料理流行ってるじゃん、トッポギとかチーズなんちゃらとかさ。韓国料理が好きだったのに、きりたんぽ絶対好きだよ。なんかね、お餅とご飯の間みたいな感じで、秋田弁でね、このご飯の状態のことを半殺しって言うんだけどこれ他県の人が聞いたらびっくりだよね。半殺しっていうの、米を潰して粒の状態があるようなないような、お餅なような、そうじゃないようなっていうのをね、半殺しっていうの。この半殺し状態がさ、すごい美味しいのよ。北小町だしさ、もう最高よ。でネギもたっぷり入れていく。あー、もうこれしか勝たんわ。もう最高だよ、ありがとうおかん。やっぱり、ね、これ食べないとね、冬は始まらんのよ私の中で。あ、何、つみれもいい感じじゃん。最後にたっぷりこのセリを入れて一煮立ちさせたら完成でーす。すごい、もきゅもきゅしたいと思います。出来上がりましたのがこちら、今年初のきりたんぽ鍋ちゃんオープン。やー、美味しそう。染み取る、染み取りますよ。皆さん分かりますか、このキラキラに黄金に輝いたお汁の中に輝くきりたんぽ様をいただきます。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。もうこれ完璧なんですけど、自分で作っといてなんだけどさ、秋田っ子の私はもうこれで育ったら、もうこれで育ってるからさ、最高よ。いただきまーす。いい匂い、きりたんぽがいい感じなんですよ。きりたんぽ結構ね、くったくたになるまでね、煮る人もいれば、ちょっともちもちが残るくらいみたいなね、人もね、いるのよ。いい匂いすぎる。というわけで、今年初きりたんぽいただきます。おつゆからめっちゃいい匂い。醤油、めっちゃ美味しい。やばーい、超優しいんですけど一番落ち着く。美味しいっていうね、領域はね、超えてるの。落ち着くの、帰ってきたなって思う。比内地鶏のつくねちゃん、めっちゃホクホクで美味しそう。いただきます。うまっ。だけど肉肉しい。これなんだよね、比内地鶏のいいところは。肉が肉らしくてね、もう肉の主張がね、激しい。うんま、ど安定だわ。そしてこのしみしみになった今日の主役のきりたんぽちゃん、超私的にベストタイミングなんですけど、もちもちプルプルした感じにすぎない、歯応えが残る感じ、いただきます。なんほんとにうまい、香ばしい。そう、あのね、きりたんぽってね、このきりたんぽの棒のところの作り方ってね、外側をね、こんがりね、焼いてるんですよ、炭火とかで。ちょっとお餅とご飯の間の焼きおにぎりみたいな感じ、イメージはね。で、周りカリッと焼いてて、中身ムチッとしたやつをこの醤油ベースのね、鶏ガラの効いたスープにぶち込んでるみたいなのがさ、きりたんぽ鍋なのよ。まあ
うまい本当にうまい。もうこれ帰ってきたわーって感じ。うん。でまたこのきりたんぽがさ、大体さ晩ご飯とかでさお母ちゃんが作ってくれるじゃん。一日で食べられないから次の日とかね食べたりとかするの。そうするとさきりたんぽはさご飯だから結構ねもうくったくたになってね溶けてるの。雑煮っていうかトロトロになってて、それもねまたね美味しいのよ。くったくたになってて濁っちゃう感じが。でも作りたてももちろん今も超美味しい。やばいなこれ。だからね、二度楽しめるの。ていうかね、何度も楽しめる。さっきさ、梅雨めちゃくちゃ多いからってちょっと避けちゃったんだけど、梅雨だけでもめちゃめちゃ美味しいしね、そばにしてもいいし、うどんにしてもいいし、比内地鶏のスープってね、びっくりするよ、美味しくて。いや、やっぱりね、冬になるとね、実家とかね、雪国の食べ物ってさ、結構食べたくなるよね。で、せっかくだからね、秋田の美味しいね、まあ東北とかね、秋田の美味しいものを言うと、まあ私個人的にね、秋田のものですっごい美味しい。欲しいなって思うのが純菜。純菜ってみんな知ってる？前ね、YouTube でも、関根理沙さんが、秋田の純菜めっちゃ好きだって言って、YouTube をね、撮ってらっしゃったんだけど、純菜っていうね、ぬるぬる系のね、植物なんだけど、めちゃくちゃ美味しくてさ、全国の 90% くらいのシェアを秋田が確か持ってるんじゃないかな、その純菜のね、生産量。っていうくらいね、秋田の名産なんですよ。純菜ってググってみて、ちょっと調べてみて、オクラとかメカブが好きな人だったらね、もう絶対大好き。でね、理沙さんも動画にしてったけど、純菜もね、鍋に入れると超美味しいよ、チュルチュルして。食べたい。もちもち。いやー本当に元気になる。汁一生飲めるわ。あとこのきりたんぽね、もちろんこの鍋でも食べることできるんだけど、きりたんぽに味噌田楽、甘めのね味噌を塗ってで、レンジでチンしてみたいなやつもね、超美味しい。もはや現代版、どっぽりみたいな。辛くないんだけど、今の若い子好きだと思う、きりたんぽ。なぜなら、お米で、お餅の間でもちもちしてるから、絶対ね、食感は好きだと思うの。こんがりしてるからさ、焼き目もあってさ、香ばしいし、きりたんぽのチーズ焼きとかちょっと美味しそうかもね。ちょっと今度やってみようかな、サブちゃんで。量は本当にお米だからさ、何にでも合うわけですよ。韓国料理でもいいし、日本料理でもいいし、ドリアでもいいし。一番オーソドックスなのは、味噌田楽。味噌たんぽ。超美味しいよ、味噌つけて食べるのも。ご飯と味噌なんてさ、もう合わないわけないよね。もう、ニコイチじゃんね、そこは。また、この舞茸の出汁っていうのもいいよね。きりたんぽはね、舞茸とごぼうと、このセリっていうのがね、ポイントなんだよね。他の鍋にはない組み合わせ。比内地鶏も食べていく。いいね、この筋肉質な、なんかマッチョな感じ。いただきます。歯ごたえがすごい。本当にみんなで食べてほしい。きりたんぽがあるかわかんないけど、最近ね、ダーリンともさ、ふるさと納税にハマってて、お肉とかも買ってるんだけどさ、ふるさと納税できりたんぽがあるかはね、わかんないんだけど、何かしらどっかに売ってるから、食べてみて、本当に。美味しいよ。醤油ラーメンが好きな人はね、絶対好き。醤油ベースだから。うん。ちょっと、一味で、味変。醤油ベースだからさ、基本何でも合うから、何にでもね、味変できるんだよね。秋田の人は多分、いろんな食べ方でアレンジしてるような気がする。糸こん。うん。うまっ。やばい、止まんないわ。マジ無言。鶏団子がマジで美味しい。よかったらね、コメント欄で、東京とかじゃない地方にお住まいの方で、地元のおすすめのものとかあったら、ぜひぜひ教えてください。取り寄せて食べたいなっても思うし、美味しかったらね、こうやってね、レビューもしたいなって思うので、おすすめがあれば教えてください。できれば冬に美味しいやつがいいな。なんか冬もさ、色々あるよね、ほんと。うまい！はい、ということで本日は私の地元の秋田のきりたんぽ鍋をご紹介いたしました。おかん送ってくれてマジでサンキューでーす。ありがとう。1年ぶりくらいに食べた。実はアメリカにいる間にも1回食べててさ、大昔のメインの方の動画に多分ねあげてたような気がするけど、約1年ぶりくらいに食べた。超美味しかった。ぜひぜひ皆さんも試してみてください。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。またサブちゃんでもメインちゃんでもお会いしましょう。じゃあまたねー。きりたんぽきりたんぽ、おでかごつるつるきりたんぽ。ふっ。